尺日本記は、鎌倉時代末期の日本書紀の注釈書。尺記の略がある。全28巻。著者は、浦部兼方。著作年代は未詳だが、平野社家浦部家であった、金方の父金文が、文英元年、または賢治元年に全関白一条佐熱寺に講義を行った。 この時の説話に、奈良時代以降の数々の日本初期注釈資料を参照して編集したとする。昭和三年には、写本が確認でき、つまりは、この二十四年の間に編まれたと考えられる。資料には、上宮記、日本記式、風土記、今後周囲、天書、安土地徳日記、月連王見日記、仙台旧字本義等、現在では散逸している書物を参照しており、 これらを一文として残している。日本記式などは、奈良から平安初期の朝廷でしばしば行われた、日本初期の読み方の高書記録に過ぎなかったが、金方は、裏部家に伝わる仮説に、書手の式を合わせ、海大、中音、乱脱、帝王系図、術儀、訓和歌の七部門に分け、金方の厳密な初期原文解釈の集大成とした。このため、古事記、 日本初期の欠を補う資料として評価が高い。ブリタニカ国際大百科事典小項目事典。世界大百科事典第2版。ありがとうございます。